まあ、前半戦の躍進を見るとちょっとこう勝ちきれないゲームも多くなっている印象がありますけれども、まあ、そうですね、今はまあ、ルヴァンも間に入っていて、これでガントラーズ今こっち側に集中していて、はい、まあ、逆サイド川口がフリーなんですけど、マテウス・サビオ右を見つけて川口が来たぞ、川口だ、川口中入れた、小山津やり直します。キム・ミンテはまたロングフィード、ズキューマ落としてドイショーマだ、佐々木フラッグ上がらずオンサイドでしたが、いやー決定機できましたね。ヤサル、キム・ミンテ高さを生かしました鹿島アントラーズ、前半のアディショナルタイム先制に成功しました。そうですね、いいボールが入ってましたし、素晴らしいキム・ミンテのボールでしたね。187センチ、今日の鹿島の中で最も高さのある男が決めました。うまく入れ替わった小山津、関川を剥がして逆サイド、マテス・サビオ、マテス・サビオこぼれ球打てない、決定機でした柏レイソル、よく止めたクォン・スンテ。川口、マテス・サビオ左足で入れました、おヘディング、結果を出しました。武藤交代的中、背後からゴールに迫りました武藤龍稀。スローインですよね、はい、でスローインからというのはやっぱ集中というのはすごく難しくなって結構ゴールが生まれるんですけど、まあ、これも本当に見事なクロスからヘディングで、この前にねこうちょっと一旦ブレイクがあったじゃないですか、はい、あ伝えに行ったんですか、ね、おっと裏にこぼれました鈴木は、これは PK、 再び1点のリード、まあ、ちょっとイン気味ですけど、まあ、思い切って蹴りましたね、まあ、佐々木も触りはしましたけどもパワーに押された感じですね、はい、小山折り返した後ろからボレーシュート、さあ武藤ヘディングに返った、決定機でした森海斗、的には狙えそうだったと思いますがどうでしょうか、そしてディゴビッタ試合終了、消耗戦90分の激闘制したのはアウェーチーム鹿島アントラーズ。ファクティッタムกด subscribe ช่อง YouTube J League International ด้วยนะครับ Like, subscribe, get push notifications. Like, subscribe, push notifications.